初めてミュージカルに出演させていただいて充実した1年となりました。じゃあお着物を着ての感想とポイントを教えてください。はい、今年は、オレンジに、赤がポイントになっているお着物で、ちょっとモダンなレトロな雰囲気のあるお着物で、私すごいそういうレトロなものだったりとか服だったりというのがすごく好きなので、今回すごく着れて嬉しいなと思います。はい、なんかちょっと珍しい感じしますよね。そうですね、帯だったりもドット柄だったり、首元にもちょっとキラキラしたはいものがあって、すごく今時風でなかなか着れないお着物なのですごく嬉しいです。はい、ありがとうございます。今年1年振り返ってどんな思い出がありますか？そうですね、一番印象に残ってるのは初めてミュージカルに出演させていただいて、実はそのミュージカルに出演するっていうのは私の小さい時からの一番の夢であって、この芸能界に入るきっかけにもなっていたので、本当にこのチャンスをいただけてもう毎日が幸せでしたし、今年芸能生活10年目になるんですけれども、また新たな違うジャンルのお仕事に挑戦できたっていうのもすごく充実した1年となりました。はい、ミュージカルの手応えはいかがでしたか？そうですね、もう好きだっていう気持ちと思いと、でもまだまだ歌だったりダンスだったり磨かないといけないことがたくさんあるなという現実も痛感しましたけれども、何ですかね、好きだという思いでこれからもっともっと技術だったりお芝居を磨いて、そういう舞台でも活躍できるようになれる、舞台でも活躍できるような女優さんにもなりたいなとすごく実感しました。はい、まあ、ちょっと似たような感じになっちゃうんですけども、はい、来年こんなことをやってみたいとかチャレンジしたいことありますか？そうですね、今年そのミュージカルだったり新しいことに挑戦させていただいたので、また何か違う形でこう新たな一面の私を見せれるようにお仕事を頑張っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。